千秋の風呂場第2回になります。第1回のひばりが好評だったので今回は第2回をできることになりました。ありがとうございます。で、今回第2回目のゲストが、スタイリストの福島あやさんになります。あやさんお願いします。よっ、はい、素敵、ありがとうございます。素敵です、素敵、いつもおしゃれなあやさんです。ほとんど切れちゃうで。そう、お風呂に違和感といえばスパンコールでしょと。あ、さすが。これ聞いたことないと思うんですけど、なんでスタイリストな道を選んだのですかっていう、本当に真面目か。スタイリストとモデルで最初出会ってるので、確かに最初 L でしたよね。 L です、 L です、 L ですね。あの時期なので、なんで今来た、今来た、ちょっと飲み物をいつも、あ、なるほど、風呂場なのでオーレフルーツオーレとか選んでいただいてるんですが、バナナがいい。あ、私いつもコーヒー、嘘、コーヒー牛乳派なんですよ。黄色大好き。乾杯、乾杯、乾杯。そうなんですよ、引っ込みの質問。あ、それ結構意外と聞かれたことないな。本当ですか。なんか私あやさんに対してすごい洋服が好きだなっていうことは節々に感じるんですよ。一緒にお仕事をしていて、その一個一個の洋服をクリーニングしたりとか、その綺麗に洋服を保つっていうことでね。確かに。どういうきっかけというか、すっごい本気から話すと、はい、もともと親が服に全く興味がないんですよ。あ、そうなんですか。で、お金を何に使うかというと、世界中の花の種を買い集めて庭に種をすごい撒いて初めて聞きました。 その庭に種を撒いて、その育った植物を町に植えるっていうボランティアをしてて、か旅行にしかお金は使わないんですよ。それ以外のものには一切お金を使わないっていう。車は動けばいい、服は着れればいいっていう家に育ってるんですよ。その反応がまずすごくて、妹と私が飢えてるんですよ、服に。なるほど、ベースが。なるほど、なるほど。プラスなんか小学校とかって身なりで見られるじゃないですか。はいはいはい。それですっごいいじめられたんですよ。あ、変な格好してるから。そうなんですね。服を初めて買ってもらったの小5なんですよ。それ結構ですね。小5には結構完成形に近づいてくる話なんですよ。自分の好きなものが完成形に近づいて、あ、なんかいろいろ買ってもらったけど結局これだったっていう完成形に近づいていくところなんですよ。そうなんですよ。私初めてなんで小5で買ってもらえたかっていうと、林間学校あるじゃないですか。はいはいはい。それで林間学校で履くズボンがないってなって。それで初めて白いパンツを買ってもらったんですよ。それが本当に、もう子供ばっかり忘れず、初めて服買ってもらったの喜び。あやさんは買ってもらいたかったですか。買ってもらいたい、買ってもらいたかったけど、親にが興味がないから服を買うっていう概念がないし。あ、なるほど。服は作るかもらうものっていう。あ、だから母親と私と妹3人で同じ生地のワンピースとか着せられてたんですよ、手作りの。あ、私ほんと全く真逆で、お母さんが服にこだわりあるがゆえに3人ペアルックでした。お姉ちゃんと私とお母さんで、お母さんがパーマかけたら私でもパーマかけなくてもいいなっていう3人、ほんとでかい中ぐらいちっちゃいのがいつも歩いてるっていうタイプなので、ほんと全く違うベースでも全く同じことしてるっていうことですよね。だから私結構兄弟かってぐらい初めて会った時から似てますね。似てます。いろんなバックグラウンドが超似てる。本当に同じ星の名前に生まれてるなって思います。すっごい、はい、シンクロが多いです。シンクロが多いです。